国会トーフロントライン今回は政治担当解説委員の石塚が担当します衆議院総選挙そして、えー、自民党総裁選え政局が緊迫する中で今日は政局のキーマンである小賀誠元,元自民党幹事長に駆けつけていただきましたよろしくお願いします,ししま,す、えー、まずはこちらからです、えー えー、このほど、えー、コロナで、えー、緊急事態拡大13都府県にまん延防止は16道県と,、えー、と緊急事態宣言を加えると同時に期間も、えー、9月12日までと、えー、延長したということです。まあ、毎日、えー、コロナの感染がが、えー、拡大が止まらないということで、えー、こちらですが。 えー、新規陽性者数の推移を見ていくと、えー、現在はここまで、えー、2万人を超える事態となっているということです。えー、毎日、東京の分に関しては今午後4時45分ですか発表になるんですけど <laughs> 毎日びっくりするような数字が出てくるいにす、ね、ということでいやいや、ここまで、ね、感染が拡大するとは私も予想にしませんでした。 ししかし怖いですね、この感染病というのはあー何か全然見えないものと一生懸命戦っているようなねやはり国民一人一人がやっぱりいかに自覚と覚悟するかと感染病というのはねやっぱり自分で身を守るということがいかに大切かということを象徴的に表してますね。そんな気がしますなるほど、まあ おっしゃるように、自分が映るんじゃないかっていう心配を、まあ、不安を、まあ、この2年間ずっと国民が持ち続けなきゃならないという状況ですよね。疲れますね。<ん>正直言って。まあ、ね、まあ、その中で、まあ、オリンピックも行われましたけど。 まあ解散前に賛否両論ありながらも終わればまあ六割がやって良かったということなんですけど、まあ一方でそのオリンピックが感染拡大を招いたんじゃないかっていう見方も出たりもするんですけど、その点はどうご覧になりますか。まあこの感染一番大事なのはこの人流人と人との流れっていうのがまあ一番感染防止にはそれを断つことが大事だと言われます。そういう意味ではね、まああのオリンピックっていうのは。 あ,ある意味では多くの方々の極めて関心の高いまた興味のある世界的なイベントですから人流を抑えるって言っても限界があっただろうと思いますねだからまるでなかったとは言いませんけれどもまあ政府をはじめとしてねまあ,あらゆる関係者の機関が一生懸命人流を抑える努力感染防止っていうものには最大限の努力を図ってきたと。 私はそう思いますね一生懸命やられたとだから全然なかったとは言いませんけれども、まあ、それがまるでこの感染の今のような状態を、ねえー、招いた原因だということには僕は限らないいと思いますね、うんまあ、なかなか決定的な方法がなくて、まあ、イギリスなんかだとロックダウンを何回やっても何回かやっても結局感染拡大してるしアメリカでも収まったかなと思ったらまた拡大と。 いうことなんですよね、うん、だから一方的に感染がこんなに拡大しているのはね政治が原因だと政府に責任があるんだとそういうのはね私はおかしな話だといいつも思いますね、うん、最初言ったようにやっぱり自ら極めてこの感染に対して身を守るという責任そういったものはやっぱり一人一人がね自分でできることをしっかりやっていくということが まず第一の基本でしょう、ねうん、なるほど、まあ、そこに政治はできることをやっていくということですねでその中コロナ感染拡大の中政局は緊迫ということですね、えー、他でもないんですが、えー、自民党の任期満了が9月30日、えー、衆議院の任期満了が10月21日と、うん、ここに泣いても笑ってもある。 まあそこに至るまで東京オリンピックが8日に終わって今回先ほど申しましたけど緊急事態宣言の対象拡大でそしてこれの終わりが12日ということですね。でパラリンピックが終わるのはいつかと いうこ,とでうこの終わるのはその後に来るわけですけどでそして26日に自民党選管が総裁選ですね自民党の任期満了に向けた総裁選の日程を決めると、まあ、17日告示29日投票になるのではないかとされているとで総裁任期満了議員の任期満了とで来年の夏には参議院議員選挙 こ、まあ、この総裁というのは来年の総裁選挙も参議院選挙もやることになると,ということですね。でそこでまずお伺いしたいのはこちらですね。えー、っと、まあ、関係者の間に衝撃が始まりましたけど、えー、内閣支持率、えーえー、まずは、えー、こちら朝日新聞ですね月曜日に出ましたけど、えー、読売新聞、えー、こちらも。 えー、支持率、えーえー、35%あ、先ほどのが28%で、こちらが35%ということですけどこの支持率の低下をですねどうご覧になります僕僕はねねね支持率今読ががが、はい、朝日が28 28ですとして ちょうど森内閣で森政権だったんですがまああの時の支持率に比べるとねいやいやいやありがたい支持率だなと <laughs> 正直言ってこれを政局というのかなとしかもこの大きなねこの支持率に影響してるだろうと言われているのがこのコロナとワクチンだと <laughs> だけどこの、ね、コロナと。 この感染状況というのは私はこれをね今お話し合っているように世界中いろんなことを考えいろんな手を、ね、尽くしているけれどもご案内のとおりですよね、まあ、イギリスでもまた出てきているアメリカもそうだ。なかなかねこれをね本当に国民にこれで大丈夫だっていうね手段というのは手品もね そういう奇策もありませんよ。誠実にできること全ての今やれることを着実に一歩ずつ前進させていくとそれを本当にね一生懸命に毎日毎日それと戦っていくという姿勢しかないですよ。もし本当にそれを止めるという人があったらいつでもねそれは与野党が政権に変わってもいい。だけどないんですねその中でそれだけの支持率があるというのはね。 僕はね、私があの時、えー、幹事長やってて羨ましいなと思うぐらいのね、消費 <laughs> <け>で支持率だと思いますよ。えーえー、もそもそもね、民主主義というのはね、100%というのはありえないんです。100%とよく僕はレオ大平さんの言葉に借りるんだけど、民主主義のね、60%の支持な100%なんだとこれが <No. S 2> 民主主義のはそういうもんなんだよと。と、うん それをねいかに小さくしていくかということが大事なことなんだとそれは誠実に一生懸命毎日毎日をね自分なりに重ねていく以外ないんだ今菅政権ねいろいろ言われるけれどもやれることを何でもやるとだから今話題になっている総裁の任期も解散時期もそんなことよりもまずまずはコロナの感染どうしてね 抑えていくかということだよとこれは当然の姿勢だしね立派な姿勢だと私は思いますねなるほどです、ね、そしてその、えー、とまあ任期が来るということでの、えー、自民党総裁選ということですけれども、えー、まあ総理は、えーえー、まあ自分から時期が来れば当然の岸田さんは当然のことだということなんですけど。 まあ、えっ、ー、とまあ変わりはないと言ってるわけですけれどもそれはどうご覧になりますですかまあ確かにねあの菅総理が考えてた解散戦略にはねこれだけまた感染が拡大しているという状況の中でいいいいいが生じていることとは間違いないと思います、ねうん、私はあの菅総理はなんとかこの感染をね、えー、抑えることによって 国民の理解を得た上で、えー、解散タイミングを図っていこうとそういうお考えだったと思うんですが残念ながらこれだけの改選拡大の中ではねなかなか解散という戦略が非常に狭まってきてしまってる仮に考えられるということをいくつかの場面で考えてもそう多くないという状況に来ているということは、うん これは間違ないいな戦略の見直しということを本人はね考えざるを得ないと思いますねそもそもは、まあ、オリンピック直後に解散してで、まあ、総裁選は無投票再選というような戦略ということがありましたけど、まあ、ここにきて出馬の意欲を見,見せる候補が続々と出てきていると、まあ、それをどう考えるかと。 いうことですけれども。いや、まあどう考えるかって出馬したいっておっしゃってる方に聞いていただくのが一番。僕はね。大切なことだろうと思いますね。我々のな長い間の異性者というか、政治家としての経験ではね。こんな状況の中で、政権与党とはどういうことをね。国民にしっかりとね。責任持つかということを考えると、ここで総裁選挙に出馬するというのはね。 私にはは選択肢としては考えられませんねだからもし、えー、考えをお持ちの方にお聞きいただくことが番まあここの、まあ、コロナのこの状況の中で、まあ、総裁選挙をやって、まあ、有権者の理解を得られるんだろうかと、まあ、そういうことをおっしゃってるんだと思うんですけれどもまあこういう中で 将来ビジョンを語ってもなかなかもうとにかくコロナを集結させてくれということなんでしょうね、うん、だ,かだから先ほども申し上げましたようにコロナをねいかにして抑えていくかというのはやれること考えられること全てをねやっぱり誠実に一歩ずつ進めていいくという意外はありませんね、うん、ただやっぱりその中ではね確かにの菅総理の個性的なもの 例えば発信力だとかもう少し国民に対しての理解を深めるね直接の対話だとかそういうものが欠けているというところはそれはいろいろ多くの手段ですかいくつもある中で足りないところはあるのかわ分からないしかしそうね先ほども言ったように手品じゃあるまいしこれだった,だったら大丈夫だという奇策も私は 持ち合わせ誰も持ち合わせてない。もし本当にそういうのができればね、ぜひ政府にどんどん提言していただいて、うん、そして一緒になってやらせていただくということは国民に対する責任という意味では私は大切なことじゃないかと思いますよ。まあ今回の総裁選の動きで気になるのは、まあそもそもきっかけになったのは、まあ文藝春秋に高さない佐内さんがですね、うん、総裁選に出馬すると。 いうことを、まあ、書いたと、まあ、で、出したと。まあ、それで、まあ、その高市さんが安倍さんに、安倍前総理に近い。議員だというところがですね。うん、まあ、気になるわけですけど、それはどうご覧になってますか。ああ、それは近いことは近いというのは、誰でも知っていることだ。だけれどでも、それは安倍さんが後押ししているということとは別問題。僕は安倍前総理もね。菅政権に引き継いで、一年。 一生懸命やってていいるるんじゃないかとと評価されてると思うしまあそう言ってはいけませんけれどもたくさんの積み残しがあったわけですからそれを一つずつしっかり政権与党としてこなしていくという自民党の役割というのもありますからそうねあの近いことは近いけれどもだからといって安倍前総理がね一生懸命後ろから後押ししてるというような状況では決してない。私は 安倍さんの人間性やそういういい意味ではあの信じたいと思いますねでまたここに来て、まあ、びっくりしたのは、まあ、細田派、まあ、いわゆる、まあ、安倍さんが事実上のオーナーですけれど細田派から下村政調会長ですねこちらもまた意欲を持ってですね、まあ、安倍さんに会いに行ったり挨拶回りを始めたと。 どうぐらいになりますか。か政,治家政調会ですから、ね。だから政治家だから意欲を持つことはね、大事なことだし、あっていいと思いますよ。意欲を持つことと、出馬するということは別問題ですから。出馬するにはさまざまなね、環境や状況というものを見定めて、最後に決意することで。意欲と決断、決意とは違います。 政調会長が、まあ、現職、まあ総、総、まあ、菅総裁に任命されてですね。まあ、その政調会長が、まあ、総裁選に出ると。これ珍しいですよね。うん、でも、過去にもそんな、あの、例はないことはないでしょう。ないことはない。ないことはないと思います。ただね、これだけの、コロナっていうね。全国民が、まあ、一体となって乗り切らなきゃいけないというね。 こんな難しい環境の中だからこそ、政調会長長立場でっていう話が出てくるんだろうと思いますね。うん、それは当然のことだと思います。平時とは違います。なるほど。で、まあ、総裁選に関してもう一つ聞いておかなきゃいけないのは、宏池会の岸田さんですね。えーえー、まあ、前回も出て、まあ、今回も意欲を持っていると。 ということですけどまあ宏池会50人弱いますから、まあ、推薦人もですねまあ集めようと思えば集められるのではないかという見方があるわけですどうご覧になりますか、えー、これはさっきも言ったように意福は持ってあると思うんですけれども意福とねこのタイミングで出馬するという決断決議とはこれは別問題で。 その辺は立候補なね岸田会長ですからよく状況を見ながら最終的にご判断されることだ。おそらく私はこのいう状況の中でね出馬まで踏み切るという決断にはね至らないんではないかと思ってます。まあご本人の判断でしょうけど。そうですね。まあ最終的には全部そうですから。まあ先か,、まあ、からおっしゃってるように。 コロナの中で総裁選のまあ戦う形になる総裁選というのはやるべきではないということでは、まあ岸田さんは出るべきではないということになるわけですそです、ね。そうご判断いただくだろうと期待しています。なるほどですね。えー、そして、えー、もう一つ、えー、厄介なのが、えー、衆議院選挙ですね。これをやんなきゃならないと。 ということですねで、まあ、4月解散とか都議選ダブルとかありましたけど、まあ、就任直後っていうチャンスもありましたけど、まあ、コロナの中で結局ここまで来たということですね。でパターンとしてはもう任期満了はここですからここまでに決めなきゃいけない、まあ、基本的にまあその後も思いますけど決めなきゃいけないと。解散するパターンとしてはこの3つと。 先ほどからまあだんだん選択肢が狭められてきたということですがえ緊急事態宣言から告示まあやるとしてです告示の間ですね12から17非常に狭いですけどまあここにワンチャンスあると。でそれからえまあ再選した場合に再総裁選やった場合にですねまあやんなきゃもうここで誰も出なければもうこの。 国事の後も時間ありますけど総裁選になった場合にはまあここになるわけですが、えー、解散ということですね、まあ、その場合はで、えーまあ、投票日は17日以降になると、まあ、これを選ぶと。でそれから、えー、最も長いパターン。 解散ですけどえ国会を開いてればということですけど、えー、その、えー、任期満了で解散すると、えー、その後、まあ四40日以内ですから、えー、最も遅いのは11月28日まで引っ張ろうと思えば引っ張れると。でもしくは任期満了パターンですねその場合は、えー、と任期満了の前、えー、前後1か月ですねほぼの間に選挙が,選挙ができると。 なってるので国会開いてる場合ですねが迫っている場合国会開いてて任期満了が迫っている場合には、えー、その前、えーえー、1ヶ月と、えー、その後一1ヶ月という役ですねのあたりでできるということなんですけどまずこのここですねここえー、っと、えー、緊急事態宣言から告示までの間と。 この可能性についてどうご覧になりますか。相当ね。極めてね、困難だと思います。その間はね、やっぱり解除された期日が十二日までと言ってもね、世の中そんなに収まっているというふうには考えづらいですね。だから極めてその可能性っていうのは少ないということを言えると思いますね。まあそうするとまあここら辺ですね。そもそも解散パターンでいくのか、任期満了パターンでいくのはか。 それはどうご覧になりますか私はねそのできるだけねあの遅い方がいいんではないかとうん、うん、選挙はね基本的にはそう考えておりますこれは私の個人的な考えなんですけども総理や党幹部がどうお考えになるか分かりませんだけど私個人で言えばねできるだけ総選挙っていうのは遅いところに、えー、持っていった方がいいのではないかなと。 それは一つは感染防止にもそのことがつながっていくとできるだけ今ワクチンもおかげさまでね同時にいろんな新しい感染防止に対してまたコロナにかかった人たちに対する対処もね変えていくところがたくさん出てきているそういうものをね手立てして期日をできるだけ私はそういうことに 費やしてその処理ができるだけ国民に安全と安心を言ってる以上一つずつ実現できているというそういう期間が私は欲しいなとそういうことを考えるとできるだけ遅い方がいい方がのかなと、うんまあ、そうするとまあここかここ、まあ、11月14日とか11月28日、まあ、この辺も視野にまああの総選挙というのは国会を開会してるかどうかによって随分違います。 任期満了ととといううこででで国会開会開してまませんとそれまでに行うわけであります今2つの例をおっしゃっていただいてますけれども私はだから遅い方がいいということは国会開会してて最終日に解散してそして11月28日ですかになるだろうとあのその解散すればね予想されるわけですね11月28日そのくらいぐらいのね 僕はタイミングを考えるということは非常に大事なことだろうとでそのことによってワクチンの接種がどう進んでいくのか、うん、また今の対処でね、えー、非常にご心配かけているような自宅療養だとかいろんな分野ねやっぱり対処法で間違っているところもありますよ正直言ってそこはきちっと菅さんの手で直していく、うん、そういうことはね僕は責任だと思いますよ。なるほどですね まあ解散する場合と任期満了任期満了だと、えー、任期の、えー、満了30日以内、えー、それから、えー、閉会翌日国会が開、えー、会してれば閉会翌日から、えー、24から30日後という。 公選法があるわけこのここになってくるとですねで追い込まれ解散じゃないかっていうです、ねまあ、指摘っていうのがあるわけで追い込まれ解散だと野党は準備するしもう選挙に向けて先鋭化するしか不利じゃないかという考え方があ,たあるんですけれどもそれはどう追い込まれ解散だとかそういうことをね今ね言っているような状況ではないということをね、うん、みんなやっぱ自覚すべきですよ政治家は。うん、これだけね 大きな課題と戦っているわけですから。私は追い込まれ解散なんて言われるで、ね、そういう心配は一切ないと。うん、まあ状況が状況である。もちろん緊急事態なんだということですね。そして、まあ伺っておきたいのは、まあ。古賀さんに伺っておきたいのは、まあ今の自民党の状況ですね。うん、で。まあこれから自民党にとって大切なことは、ね要はこの間二千九年衆議院選で、まあ。 野党転落という事態がありですね2012年の衆議院選で政権奪還とでまあ今に至ってるわけですね、まあ、奪還から約10年ですかこの段階の中でこの状況の中で今の自民党にとってをどういうふうにご覧になるのかと私はね残念ながらその小泉内閣以来ですねまあそのメディアに対するパフォーマンスだとかね それからまあ善悪をねこの対立をねはっきりさせて劇場型で国民にね関心を持ってもらうとこういう政治というのは続いてますね残念ながら。で第2次安倍内閣安倍さんが総理になった時のあの選挙あれは安倍さんの魅力というよりねやっぱり野党の3年間のね政権に対するね 国民の怒りとかか反省が大きかったと僕は思うんですねだけどいまだにね野党はまあイデロギーの硬直性の中でね中身のないまあ連合政権夢見てねえ週刊誌とかそういうことによる政権与党の攻撃だけに従事している。 全然成長してないなあの政権をねなぜ脱会されたかとたった3年余りでねその反省はなってない。じゃあ自民党にねなぜその政権が脱会できそして安倍政権がここまで続いたかとこの反省も僕はね残念だけれども足りない。やっぱり選挙にに勝つと政権の中に あるということだけでね、進めていくと表紙を変えたらいいとか勝てる人の総裁の下で選挙をやりたいということになるしかしそれはいつかはね、国民の信頼を失ってしまうそこなってしまうと僕はいつも思ってるんですやっぱり政策でそしてやっぱり国民に対する信頼で政権というものは成り立っていかないといけないそのためにはそろそろね やっぱりいかななる困難な中ででもね自分の力で勝つんだとで自分はこういう政治をやるんだとで自民党にはこういうね野党にないものがあるんだということがはっきりと言えるようなまだ野党が残念ながら今のような状況だからこそね自民党も早く本来の保守本流に立ち返るこの姿勢が必要だこれがこれからの自民党の最大の課題今度の選挙にはその出発点にしたい。 と思いますね、うん。まあその意味では、えー、国家さんからご覧になると、まあ情勢は厳しいとかいう話もありますけど、菅さんで突っ込むべきだった。変えなきゃ。みんなで辛抱して。足りないところをお互いに補って。耐えることは大事ですよ。そして保守本流の政治に返すんですよ。なるほどわかりました。国会トークフロントライン。今日はこの辺で。